ネスサノーマジックは日本のプロバスケットボールチーム。ホームタウンは島根県松江市。B リーグ所属。ホームタウンは島根県松江市で、運営会社は株式会社バンダイナムコ島根ネスサノーマジック。中国地方では初のプロバスケットボールチームであり、山陰地方のプロスポーツクラブとしては2007年に、 プロスポーツクラブ化したガイナーレ鳥取についでにクラブ目である。松江市総合体育館をホームアリーナとして使用しており、その他山陰地方のアリーナでもホームゲームを開催することもある。チーム名は、出雲神話の山田のオロチ伝説に登場するスサノオに英語の魔法、魔術を意味するマジックを組み合わせ、チームに 出雲の神々の不思議な力が宿るイメージで名付けられた。チームカラーは青色をベースに銀色と黒色が加わる。青は空や日本海、新地湖や中海、日川などの島根の自然から、銀は岩見銀山や須佐ノオの武器である天村雲剣から、黒は島根県の県北である黒松から。チームロゴは青をベースにマタノオロチ伝説に登場する剣や 雲、大蛇などを組み合わせ、力強さとスピード感を表現した。2010年、BJ リーグ加盟した時点での運営母体は、株式会社サインスポーツネットワーク。ホームタウンは、松江市、出雲市など、出雲地方を中心とした島根県全域としていた。2019年8月27日、バンダイナムコエンターテインメントが56.5%の、 株式を取得し、サンインスポーツネットワークを連結し会社化。9月25日付で、サンインスポーツネットワークから、株式会社、バンダイナムコシマネスサノーマジックに、社名変更した。名前は、チーム名の、スサノーと、シマネの地に、ゆかりのあるものの一つの、マガタマを合わせている。全身は、チームカラーの青を基調としており、エボシやマガタマなど、 古代出雲を象徴する装飾品をつけている。松江は全国に先駆けミニバスケが普及された土地であり、若年層における競技人口割合も全国屈指で現在でもバスケが盛んな土地でもある。古くは松江工業高校が1960年及び1968年のインターハイ優勝、男女とも国体で高成績を上げており、 バスケ王国と呼ばれた頃もあった。2000年代全国に広がった地域密着ブームの流れを受け、バスケで地域を盛り上げようと2007年6月に BJ リーグへの参加を表明、株式会社島根スポーツ振興会を立ち上げ申請を行ったが、準備不足のため落選した。その後、共産団体を集め、2009年4月に再申請を行った。 同年7月、支援団体、島根県スポーツ地域振興推進会が設立され、最後の懸念材料であった官民のサポートが受けられることが決まった。2009年8月、BJ リーグ加盟及び2010、11シーズンからのリーグ参加が正式決定した。2009年11月、公募でチーム名を決定し、島根スサノーマジックとなった。 チーム名決定に伴い、運営母体の社名も、株式会社サニースポーツネットワークに変更、チームロゴの制作へと動き出した。同年12月、県内の学生有志が提案した26案の中から、松江市出身の島根大学生のものに、ロゴが決定した。翌2010年5月、全国から寄せられた102点からマスコットを選定。 島根デザイン専門学校生がデザインした須佐玉君くんに決定した。2010から11シーズン2010年5月、初代ヘッドコーチとして2006年世界選手権で日本代表を率いたジェリコ・パブリセビッチが就任した。2010年6月のドラフト会議では、山陰地方にゆかりのある中西昭治、横尾達康、比企野康久。 山本エドワードの4名を指名する。8月30日、現役日本代表選手の石崎匠と契約する。同選手は、BJ リーグのトライアウト及びドラフト会議に参加していないため、本来のルールでは2010から11シーズン当初から、BJ リーグのチームと契約してプレーすることは、不可能であるはずであったが、 コミッショナー裁定による特例で契約に至った。2011年3月東日本大震災の影響でレギュラーシーズン数試合休止した。終盤まで主にダイブヒートデビルズとプレイオフ進出を争い、最終的に西地区6位でプレイオフに進出したが、 ファーストラウンドで西地区3位のライジング福岡に2連敗で敗退した。個人タイトルとしては石崎がベスト5、ジェラル・デイビスがブロックショット王を受賞した。2011から12シーズン2011年7月、前シーズンの得点力不足を解消するため、BJ リーグ3シーズン連続得点王のマイケル・パーカーを 同年8月東京はパッチ活動休止を受け仲間、翔平の兄である、仲間淳平を獲得する。一方で初年度のチームを支えたい石崎は、ドイツ2部の BV ケムニッツ99へ移籍した。同シーズン2年連続でプレイオフ進出を決めたものの、ファーストラウンドで西地区3位の京都に1勝1敗、最終決定戦で1点差で敗れた。 個人タイトルとしては、パーカーが、得点王、デイビスが2年連続で、ブロックショット王、山本がミップを受賞した。2012から13シーズンこのシーズンから、日本人の出場時間を増加させるため、外国人選手枠が狭まることになった。前年度から活躍したパーカーやデイビスを残留させる。一方で、大分ヒートデビルズの経営悪化に伴い、旗の、和也を、 ジェリコが日本代表監督時代に指導した佐藤弘樹などを補強した。レギュラーシーズン3位と過去最高の成績を収め、プレイオフ地区1回戦では浜松、東三河フェニックス相手に2連勝と初めて1回戦を突破したものの、地区準決勝では福岡は相手に2連敗を喫し、プレイオフで敗退した。同シーズンをもってパブリセビッチ HC は退任した。 2013から14シーズン2013年、次のヘッドコーチとして、パナシナイコス時代にパブリセビッチの下で、コーチ経験があり、岩手ビッグブルーズ元 HC である、ブライキディス・ブラシオスが就任し、全 HC の路線を引き継いでいく。デイビス以外の外国人が対談、昨シーズンまでのチーム得点をパーカーの穴を、 埋めるべく、横浜 B コルセアーズ2012から13シーズン、優勝メンバーかつ、ブラシオス HC が、岩手 HC 時代に指導したトーマス・ケネディと、ショーン・マロイが加わり、チーム方針の継続とジェラル・デイビスら既存戦力と、新戦力の融合により、開幕前時点での評価は一部マスコミで高かったが、結果は監督と攻撃の柱の交代が、裏目となり、チームは、 開幕から7連敗となり、ホーム初勝利までに2ヶ月近くかかるほど会に、低迷し、途中ケネディとも契約解除することになった。TJ カミングスと契約したその後も低迷を、続け地区再開にまでになったことから、2014年1月、ブラシオス HC は解任された。2014年1月、これを受け日本リーグで、プレー経験もあるレジー・ハンソンが新 HC に、 就任した。しかし守備を中心に立て直しを図るものの、デイビスら主力に怪我人が続出したこともあり、シーズン後半にかけて13連敗を記録した結果、チーム史上初の最下位に沈んだ。シーズン終了後、ハンソン HC がチームを立て直したと一定の評価を、試契約延長することになった。 2014から15シーズン前シーズンの在籍選手13名中、デイビス、マロイ、カミングス、トーマス、僕渡るせい、畑野和也、川辺大蔵、矢部内光輝、仲間翔平、西里地章の10名が対談。日本人の新加入選手は前筑波の河合里氏、前大分の高田周一、松江市出身で、前、三菱電機の安倍淳。 トライアウトに合格した前高松の門正サオ及び、前琉球練習生の新城隆の5名。外国人は、ジョー・チャップマン、ビンゴ・メディエックス、ジェームス・パジェット、アイザヤ・ブラウンの4名と契約。選手を大幅に入れ替え、守備を重視しつつ得点力を高める補強を行い、チームワークハードワークのスローガンを掲げて、開幕を迎えた。 開幕後は得点力不足に悩まされ、前シーズンを上回る11連敗を喫して、最下位に低迷、この11試合中7試合で得点が70点未満だった。11月9日の福島ファイヤーボンズ戦で初めて80得点以上を記録して83から63でシーズン初勝利を挙げたが、試合後に、ハンソン HC を解任し、森山智弘 AC が、 HC 代行に就任することが発表された。森山代行就任直後は5連敗を喫したが、12月は年末の5連勝を含む月間6勝2敗の成績で最下位を脱出し、8位に順位を上げた。1月から4月も計14勝12敗と勝ち越して、レギュラーシーズン最終順位スタン6位でにシーズンぶりのプレーオフ進出が決定した。 プレイオフファーストラウンドは3位の浜松と対戦し、2連敗で敗退した。2015から16シーズン、森山 HC 代行が退団し、ライジング福岡の HC に転身した。新 HC に前横浜 HC の勝久マイケルが就任し、ジョシュ・デービス、ウェイン・マーシャル、スクーティー・ランダルラを補強した。開幕から4連勝のスタートを切り、11月から12月に、 かけて11連勝して、主位争いに加わった。3月19日の京都戦で、シーズン2度目の7連勝を記録するとともに、京都をかわして一時首位に立った。レギュラーシーズンの最終順位は3位で3シーズンぶりに、プレイオフホーム開催権を獲得した。しかし松江で開催した、プレイオフ1回戦で6位の大阪と対戦してに、連敗を喫してしまい、シーズンを終えた。 2016から17シーズン BJ リーグから B リーグへ移行した初年度は開幕から5連勝と好スタートを切ると11月から翌年3月にかけてリーグ記録となる21連勝を達成したその後は島根広島熊本の上位3チームが混戦の中首位を維持した 4月23日の愛媛戦で勝利し、2位の広島が敗れたためプレイオフ進出と西地区優勝が決まった。プレイオフ準決勝は広島と対戦し、第1戦は60から55で勝利、第2戦は52から53の1点差で敗れ1勝1敗となったが、第3戦を11から9で勝利して B1 受動昇格を決めた。決勝では、 西宮に53の78で敗れ優勝を逃した。2017から18シーズン勝久マイケル HC が退団し、新 HC に前かなざ HC の鈴木裕樹が就任した。チームは岡本飛龍と山本エドワードを除く9人が退団し、B1 でプレイ経験のある佐藤君武や熊谷義志など新たに10人が加入した。 メンバーは、ほぼ総入れ替えとなった。開幕前のプレシーズンゲーム第一戦は、B に広島に65の79で完敗した。序盤からリードを許し、仕上がりの遅れが目立った。第二戦は、B に福岡に71の70で新勝した。開幕戦から新潟に連敗したが、 三試合目で、作季王者の栃木に延長戦の末に勝利し、B1 初勝利を挙げた。第四節まで4勝4敗と検討していたが、10月25日の西宮戦から9連敗を起死地区再開に転落。11月は0勝と大失速した。2018年1月1日の琉球戦から3月4日の三園戦まで、 リーグワーストとなる14連敗を喫し、3月28日の滋賀戦まで21連敗と低迷した。度重なる外国人選手の入れ替え、怪我人続出などで苦しみ西地区再開、3地区18チーム中でも再開となり、残留プレイオフも1回戦で敗退し、B に降格が決まった。2018から19シーズン5月17日、 鈴木 HC との契約継続を発表した。9月29日、開幕戦は逆転負けを起死したが、翌日の試合でシーズン初勝利。2019年1月から2月にかけて9連勝、3月に8連勝するなど一時は首位に立ったが、最終盤に失速し43勝17敗の西地区2で終えた。しかし、ワイルドカード争いで1位となり、 B2 プレイオフ進出が決定した。B2 プレイオフ準決勝では、新州に連敗したが、3位決定戦で、熊本に連勝した。しかし、本来なら B、B1B2 入れ替え戦進出だったが、B2 プレイオフ優勝の新州、準優勝の群馬が、B1 ライセンスを持たないため、また、福岡が、B2 へ強制降格となったため、 3位となった島根が、翌シーズンの B1 自動昇格を手に入れた。2019から20シーズンにシーズンぶりに B1 に復帰。6月17日、鈴木 HC との契約継続を発表した。また、アシスタントコーチに、山形ワイバンズ前監督の小野寺隆太郎が、就任した。1月21日に、鈴木 HC が、 B リーグ規約違反により2ヶ月の職務停止となったため以降は河合隆二がアソシエートコーチに就任して指揮を取った鈴木は2ヶ月後の3月23日にフロント職の GM 付き特任コーチとしてクラブに復帰シーズンは11勝30敗の西地区再開新型コロナウイルス感染拡大の影響により 1> b 1 b に入れ替え戦を含むポストシーズンの試合がすべて中止になったため B1 残留。2020から21シーズン鈴木が HC に復帰し、河合は AC となった。佐藤君武,武ら10人が退団し、杉浦優勢、白浜良優良が新加入。開幕から10試合を戦った後、10月31日付で鈴木 HC が、 本人の意向により辞任。HC 代行は河合が務める。2021から22シーズン元ニュージーランド代表 HC で、前香川 HC のポールヘナレが新 HC に就任した。金丸明介安藤受けなり、オーストラリア代表のニック・ケイラが新加入した。しかし、 2021年8月20日に、チーム発の新型コロナウイルス感染症陽性者が発生。チーム活動の休止を余儀なくされる。ゲーム差はうちは、プレイオフ圏との差をそれぞれ表しているチーム、記録得失点記録、連勝記録、観客動員記録、プレイオフを含む。レギュラーシーズンのみ2009年9月から2ヶ月間、チーム名を一般公募し898案が、 集まる。そのうち、500案まで絞り込みネット上に公開、同年11月11日から22日までで、一般投票を行い上位3つまで絞り込んだ。同年11月24日、その3案、島根スサノーマジック、島根シルバーセインツ、島根ダンダンダンクスのうち、支援団体、県スポーツ地域振興推進会内で、多数決を取り、 スサノーマジックに決定した。2009年7月、BJ リーグ参入に向けて、地元行政及び財界により結成された、支援団体。BJ リーグ参入後も支援に回り、県及び松江市は、支援事業として助成金を計上している。時折放映される、ローカルの試合中継は、主として、山陰中央テレビが担当。 バンダイナムコシマネスサノーマジックに関するカテゴリー、ありがとうございます。